皆さんこんばんは。なんかすごい暑いですよね。あ、その暑い中ちょっとぎゅうぎゅうでお疲れになると思いますけども、あのくれぐれも具合悪くなったらぜひ無理されないでください。トイレこちらです。あ、そうですね、トイレこちら。あのトイレ、あの途中でも行っていただいて、あのくれぐれも具合悪くならないようにお願いいたします。ですね、今日、この間あの、まあ、種子法の問題あちこちでお話しさせていただいているんですけども、まあ、なんでこんなことになったのか、非常に、いろいろな経緯はあるんですけども、ちょっと今日はですね、ちょっと時間も限られてますので、いきなり本題に入っていきたいと思います。で、この種子法が、昨年の4月14日に廃止が決定されてしまった。そして今年の4月からなくなってしまった。そういう状態になってます。ただ種子法というのはたった8条しかないシンプルな法律でして、その法律だけ見てても、状況、あの問題が見えてこないと思いますので、少し皆様の頭を少し巻き戻していただいて、今の現在がどんな状態になっているのか、それを、共にちょっと考えていただきたいなというふうに思います。まずどこまで巻き戻すかといいますと、46億年前この地球ができた、その時のことをちょっと思って想像してみてください。この地球は46億年前というのは今までとは全く違うものだと言うまでもないことですけども、今は本当に生命に満ち溢れる星になってますけども、この時にはもちろん何の生命もなかった。岩は岩と、あと水、それから二酸化炭素はいっぱい充満してた。しかし酸素も土もない世界、太陽からはさんさんと紫外線が降り注ぎ、まあ、生命体が生きていけるような環境じゃなかったわけですね。それがなぜ現在のような生命に満ち溢れた星に変わっていったのか、それを考えるときに私たちはこの問題に、主人公としてこの微生物、これをやはり考えなければいけないんだというふうに思います。で、この微生物はですね、この、まあ、先ほど見ていただいた岩石、これを溶かす、硫黄を溶かしてエネルギーにする硫黄呼吸っていうらしいですけども、そういう硫黄呼吸をすることによってエネルギーを取り出す、これが最初の、生物のエネルギーとなっていった。で、こういう、微生物が10億年ぐらいかけて地球上に誕生してきた。で、この微生物が実はこの星を大きく変えていくわけですけども、この微生物に関する研究というのはこの10年間に飛躍的に進みました。で、以前は全く分からなかったことが次々に分かってきている。さまざまな本も出版されています。もう読みになった方もいらっしゃるかもしれません。例えば、この地球に住む海に住む微生物も非常に小さくて目に見えない、重さもほとんどないような、そういう微生物の重さを全部合計すると人類の体重全部足したのどれぐらい、どっちが重いか比較にならないんですね。微生物の方が3000倍重いそうです。で、例えば、象とかキリン、それから、まあ、森林の木、重いですよね。それを全部足しても微生物全体の重さに、勝てない。つまりそれだけ目に見えない重さのないような微生物はそれだけの重さになっている。それぐらいこの地球はこの微生物に満ちている。そしてこの微生物が岩石からミネラルを抽出する。そして生物が生きていく上で不可欠なもの、このミネラルもそうですけども窒素もそうです。このミネラルっていうのは植物も動物もなければ生きていけません。じゃあ植物とか動物はそれを合成できるでしょうか。これ合成できないんですね。どこから来ているのか、これミネラルというのは まさに岩石なんですね。岩石から来ているわけですね。そしてこの窒素、生物には窒素がなくてならないものです。その窒素はこれもまた、この微生物が、空気中、大気中から抽出してくれるということで、この微生物が私たちの生きられるこの基盤というものを作っていった。今日の主催者の方の関係で言いますと、これが OS なんだというふうに言ってくれいいぐらい、この地球、この微生物の星として生まれてきているわけです。そして植物も
農業でやっていく上でこの植物が成り立っていくわけですけども、植物も微生物の力を借りて生まれてきました。でこれ微生物、この、植物は光合成をやります。太陽の光、そして大気中の二酸化炭素、それとあと水を使って、炭水化物、それを作っていきます。これが光合成ですけども、この光合成で作られる炭水化物というのは植物が生きる上でのエネルギーになっていく。それだけでなくて、この、植物なんかが作り出すこの炭水化物というのはこの星のほとんどの、生物のエネルギーになっていくわけですね。それを考えますと、これはもうまさに、究極の再生可能エネルギーと僕は言えるんではないかと思うわけですけども、そのような炭水化物を植物は、作っていくわけなんですが、なんと植物は自分が作り出した炭水化物のなんと4割を地面の下に流してしまうそうなんですね。これちょっと見ていただくと垂れてるのが見えると思います。これ何を言っていたいのか、水が垂れてるんじゃなくって、植物が作り出した炭水化物地面の下に流してるんですね。こうやってで、このように植物は作り出した炭水化物のなんと4割を流してしまうわけですけども、これは一体何のためにやってるのか。なんかこうやって見ると植物ってとっても効率悪いね、せっかく作ったの炭水化物4割を主なしちゃうの、そういうふうにも見えてしまうかもしれません。しかしこの炭水化物4割流してしまうというのは実はすごい大きな意味があるんですね。何のために植物はそんなことやってるのかと言いますと、植物はそうやって炭水化物を地面の下に流すことによって、この土の中にいる土壌細菌を呼んでるんですね。なぜならばこの植物は生きていく上でミネラルが必要なわけです。しかしこの、彼らは作れない。これで炭水化物を流すことによって、それを求めて、その炭水化物を求めて地面の土の中にいる微生物が集まってくる。つまりこの微生物の餌になるわけですね、炭水化物。そして炭水化物を彼らはもらって繁殖していくことができるわけですけども、ただ単に餌をもらうだけではなくって、彼らはミネラルを植物に与える。つまり炭水化物とミネラルの栄養交換をしているわけですね。逆に言いますと、植物はそうやってミネラルをもらえなければこれ死んでしまうわけですね。ですから必死になって炭水化物を放って土壌細菌を集めているわけです。このような共生関係ができてくることで大きな変化が起きてきます。つまり、地球ができた時に満ち溢れていた二酸化炭素はこの光合成によってどん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 土の中に入ってきます。土は有機的なものに変わっていって、栄養豊かなものに変わっていくわけです。こうやって土が作られていくわけですね。でこの光合成によって当然のことながら酸素も作られます。こうして地球上に土が満ち溢れ、酸素が満ち溢れ、今の生きられるような環境に変わってきたと言えるわけですね。で、皆さん農業やっておられる方には社会に説法かもしれませんけども、これ植物の根っこあります。この根っこです。これね、なんかすごく白い根っこいっぱいありますよね。しかし植物の根っこは実はこの真ん中だけです。この白い根っこのように見えるものは実は植物の根っこではありません。これは何かというと、植物が出す炭水化物を求めてやってくる菌根菌、その菌根菌が作る、そういうものなので菌根菌糸という名前を持ってます。これがですね、この植物の根っこの中にまさに入っていくんですね、食い込んでいくんですね。そうやって直に炭水化物をもらっています。そして植物はそれを受け入れるんですね。なぜかというと、彼らはパートナーなんです。不可欠なパートナー、お互いがいなければ生きていけない、そういうパートナーになるわけです。そしてこういう菌根菌糸が貼られることによって、この菌根菌は植物から炭水化物をもらう、そしてこの植物は必要なミネラルをもらう、そういう関係を発展させていきます。実はこの菌根菌糸、今私たちの地面の下にはこういったものが広がっているわけですね。それがどういう機能を持っているか、最近いろんなことが分かってきました。
どんなことが分かってきたかと言いますと、これ森の木がありますけども、森の木には必ず母なる木があります。そして生まれたばかりの赤ちゃんの木がいるんですね。でこの木は、木と木はこの菌根菌糸を使ってお互いつながってるんですね。そしてこの母なる木はこの赤ちゃんの木に栄養を送ってる、こうやって助けてる、成長さ助けてる。ですからこの母なる木を切ってしまうと、もう木が育たない地域になってしまう。そのような関係がある、つまり菌根菌糸を使って他の植物も支援している、こういうことが分かってきました。栄養だけじゃないんですね。いろんなことが分かってきています。いや、非常に面白い話がいっぱいあるんですけども、例えば南の森ですと、キリンがやってきます。キリンがやってきて葉っぱを食べ始める。そうすると葉っぱを食べられた木はすぐ信号を出すんですね。キリンが来たぞ、周りの木に。この菌根菌糸を使ってキリンが来たっていう信号を送るわけです。そうすると他の周りの木もキリンが来たからやばいってことで、もう葉っぱを、自分たちの葉っぱを苦くするわけですね。そうするとキリンは食べ始めると、あ、苦くなった、他の木も苦くなった、あ、彼らに悟られてしまった、そうやって諦めてその地域を去っていく。そのことによってもう全部食べられてしまう、そういうことを避けている、そのように守っている。つまり彼らはこの 土の中にある、この何て言いますかね、この菌根菌糸を使ってお互いにお話をしている、対話している、コミュニケートしているということが分かってきました。つまりこの地面の下には、私たちで言うならばインターネットみたいな存在になっている。そのような形で土の中には豊かな世界が広がっている、そういうことが今分かってきたわけですね。しかしですね、今この豊かな世界である土がなくなろうとしています。世界から消えようとしているんですね。しかもたった60年後になくなってしまう。そんなのありえないだろう、そういうふうに思われるかもしれません。しかしこれはとんでも科学者が言っていることではなくって、世界の科学者が警告していることなんですね。なぜならば毎年毎年この世界からは大量の土壌が失われているんです。このまま毎年失われ続けてしまうと、あと60年後には非常に危機的な状態になってしまう。ですから国連は2015年を国際土壌年に定めました。なぜかといったら、今すぐ、世界の政府は対策を立てないと大変なことになってしまう。つまり冒頭で見ていただいたように、土がない世界になってしまう。そうしたら植物も生きられません。当然のことながら動物、私たちも生きていけない、そういう世界になってしまうわけですね。そんなこと言ったって土なんて作ればいいじゃないかって言われるかもしれません。しかしこの厚さ1センチぐらいの土が作られるのに一体どれぐらいの年月がかかるか、ご存知でしょうか。少なくとも100年、地域によっては数百年かかるそうです。つまり土というものは一旦失われたら取り戻すことが極めて難しい、ほとんど無理、つまり再生可能な資源ではない、そういうふうに思われているんですね、と見なされているわけです。でだからこそ失われないようにしなきゃいけないよということで、今緊急の対策が必要な事態になっています。それでは一体なんでそんな事態が生まれているのか。まず第一に挙げられるのは森林伐採です。森林は当然ながら土を守っています。その木を全部切ってしまえば土はどんどん失われてしまう。だけど今世界で失われている土壌はそれだけでは説明がつかないんですね。何が問題かというと、この問題がある。何かというと化学肥料、そして農薬が土を問題悪くしている、そういうことなんですね。どういうことかと言いますと、こちらの植物は先ほど言ったように根っこの周りに菌根菌糸がびっしり生えてますね。これが自然な状態です。しかしこっちは何もありません。こちらには何をしてしまったんでしょう。実はこちらにはたっぷり化学肥料をあげちゃったんですね。たっぷり化学肥料をあげてしまいますと、植物はこれ自分が何か必死に頑張って炭水化物流さなくても、もう根っこの周りに全部必要な栄養分があるんですね。化学肥料が全部与えてくれています。そうなると彼らはわざわざ自分から化学自分たちの炭水化物を出してまでやらなくても
良くなってしまう、出さなくなってしまうんですね。そうなると、まあ、それでも植物というものはどんどん育っていきます。そして上から見てる我々からしたら、どっちも乾けるやろうってやらないと同じように育つよね、そういうふうにしか見えないかもしれません。しかし地面の中はこんなふうに違いがあるんですね。つまり炭水化物出さないんですから、それを求めて微生物も集まってこないわけですよね。そうするとこういう菌根菌種は形成されなくなってしまう。これで何が問題か、例えばですね、干ばつ、日照りになったとします。こちらの方はこの菌根菌種がしっかりと水分を蓄えてくれます。だから簡単に干上がりません。しかしこちらの方はそういう水を蓄える構造物がなくなってしまうわけですよね。そうなると簡単に水が乾いてしまう、カラッカラに乾いてしまって、そこに風が吹いてしまえば土は飛ばされてしまう。そして例えば今、西日本洪水で大変なことになってますよね。あのように水害になってしまったらどうなるでしょう。根こそぎ流されてしまいますね。こういう構造物が守ってくれてれば土はなかなか流れにくくなります。しかしそれを失ったこの、状態ですと土は簡単に流れてしまう。そんなことで土がどんどん失われている。そしてもう一つ問題があります。何かと言いますと、これ土の中には菌根菌みたいな、言ってみれば善玉菌だけじゃなくって悪玉菌、病原菌もいるんですね。しかしこの、この菌根菌糸、これがこうやってバリアのように貼られていると、これ病原菌入り込みにくいんですね。つまりこの菌根菌糸はこの植物をそういった病原菌から守るバリアにもなっているわけです。こちらはそのバリアがありません。そうなると簡単に病原菌が襲ってしまえるようになってしまいます。そうなると菌病にかかりやすくなってしまう。立ち枯れ病とかさまざまな斑点が出てくるように、そういった病気に侵されやすくなります。せっかく植えた作物が菌にやられてしまったらどうなるんでしょう。これ大変ですよね。収穫失っちゃいますから。何をするんでしょう。殺菌剤流すわけですね。殺菌剤流せば病原菌はコントロールできるかもしれません。しかし殺菌剤流されたら、ここの土の中の微生物どうなっていくでしょう。やはり影響を受けることになると思うんですね。そうしますと、やはりこの土の中の機能というものがどんどん失われていってしまう。つまり土の機能というものがどんどん失われていってしまう。そういう危険が今世界的に進んでいる。こういうことで今土が危なくなってきていると言えるわけです。ではこのような化学肥料を大量に使う農業、これっていつから始まったのかってことを考えていただきたいんですけども、実はこういう化学肥料を、たくさん使うような農業が始まったのは、大体第二次世界大戦後です。世界的にこういう農業は緑の革命という名前で推進されてきました。で、大量の化学肥料、それから農薬、そういったものを使って生産性を上げていこう、こういった農業が、非常に促進されていくのは大体60年代以降なんですけども、第二次世界大戦後から、70年ぐらいしか経ってないわけですね。それを考えますと、あと60年で、土がなくなってしまう。そういうことを考えますと、この農業は、つまり第二次世界大戦後始まった農業はたった130年ぐらいの年代でこの私たちの生きられる環境をぶっ壊してしまう、そういう状況を生み出していると言わざるを得ないんですね。一方で人類は農耕もう1万年前からやっていた、1万年続いている農耕がずっと発展し続けたのに、この近代型の農業はそれをたった130年で打ち壊してしまいかねない、今そういう状況に至っていると言えると思います。でじゃあこういう、緑の革命で使われる化学肥料、これが大量生産されるようになったそのきっかけは一体何かということなんですけども、実はそれは戦争でした。戦争の時には実は爆弾いっぱい必要ですよね。爆弾というのは昔は鉱山で取った硝石から作ってたんですね。硝石から、爆弾を作っていたんですけども、これ大体7つの海を支配していたイギリスは世界のそういう鉱山を抑えてました。
だから戦争で一方ドイツはそういう鉱山を持ってなかったんですね。だからドイツと戦争するときに彼らは、もうドイツは弱っちょろい、鉱山持ってないから簡単に降伏するだろう、爆弾作れないから大したことない、そういうふうに思ってたんですね。ところがドイツはどん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 爆弾を作り続けた。なぜかというと彼らは1906年空気中から爆弾を作る、そういう技術を生み出したんです。何かと言いますと、この爆弾を作る上では、必要なのが窒素化合物なんですね。この窒素化合物、実は空気の成分というのは 78% がこれ窒素です。これに石炭をバンバン空中にで石炭を燃やして、それで化学変化を起こさせる。そうするとそこから窒素化合物を作ることができる。こういうことを1906年ドイツが発明してしまったんですね。このことによって鉱山がないドイツでも石炭さえあればもう空気からどん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 この窒素化合物を作る。そのことによって爆弾を作る、そういうことができるようになりました。そしてその技術というものは戦勝国が持っていって、第二次世界大戦の時にはこのような化学工場が世界各国に大量に作られました。その結果人類は大変な経験をしました。多くの人が亡くなりました。しかし爆弾、戦争終わったら必要なくなりますよね。だからこういう化学工場も戦争終わった段階で閉鎖できるものだったと思うんですよね。ところが閉鎖されませんでした。この一旦作られた化学工場はその後別なことに使われてきます。つまり爆弾を作る、爆弾の原料を作るこの窒素工場がそのまま化学肥料の原料を作り始めたんですね。そして世界中にこれが化学肥料として売られていく、そういう農業がアメリカ政府であるとか国際機関の手を通じて世界各国に推進されてきます。でそれまでは普通はですね、例えば麦を植えた後は豆を植えなさいと、そうすると窒素が固定される、そういう輪作が必要だったんですね。でところがこの窒素化合物、窒素肥料ができてしまいますとこれが不要になってしまいます。つまり窒素肥料、化学肥料を入れればもうずっと同じ麦ばっかりを連作できるようになってしまうんですね。でそんなこともありまして農業のあり方が戦後ガラッと変わっていってしまいます。つまり何が一番変わったかと言いますと、この化学企業というのはもともとは化学薬品を作っていた企業ですから、そもそも農業とか食品、そういったものには関係ない企業だったんですけども、こういう化学企業が農業にどんどん関わるようになってきます。そして、その化学企業が化学肥料、農薬、そういったものの次に作り始めたのが種なんですね。それが一番変わっていったのがこの1996年に始まる遺伝子組み換え農業です。この遺伝子組み換え農業については第2次緑の革命だとして言われることがあります。それを推進している企業っていうのは大体同じなんですね。この今遺伝子組み換え企業、ありますけども、これらの企業は皆化学企業です。農薬を作っていた化学企業なんですね。元から農業をやってた企業じゃないんです。その企業がその種を、遺伝子組み換えを始めるようになるわけですけども、彼らの元はというとその戦争で大きくなった、そういう化学企業になるわけです。で実は今この遺伝子組み換え企業、化学企業がこの種を実はほとんどを握る時代になってきてしまいました。1996年遺伝子組み換え農業が始まりますと、遺伝子組み換え企業は世界の種の企業をどん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 買収を始めていきます。この赤い丸、まん丸がこれ世界の遺伝子組み換え企業です。バイエルがモンサントを買収したのでこれは一つになってしまいました。デュポンとダウもこれは合併しましたのでこれも一つになってしまいました。6つあった遺伝子組み換え企業はたった4つに減ってしまいました。この企業はもう世界のさまざまな企業をも買収してしまっています。その結果今種の企業はどういうことになっているかといいますと、世界のシェアのなんと7割近くをたった4社の遺伝子組み換え企業がもう独占しちゃってるんですね。そうなると遺伝子組み換え企業から種を買わないと農業ができない、そういう地域も実は現れてるんですね。
で、この、あの、まあ、7割近い、独占で、まあ、そう思ってしまうと、なんか怖いと思いませんかね。遺伝子組み換えでも全然構わないという方もいらっしゃるかもしれませんけども、実は遺伝子組み換えに対しては世界中で大きな反対運動が強くなってまして、全然広がってません。今、あの7割って言ってしまいますとね、遺伝子組み換えそんなに広がってるのかと思ってしまうかもしれませんけども、実は遺伝子組み換え農業そのものは世界中の大きな反対がありまして、今だいたい10数%、世界の農地の10数%しか、占めていないというふうに言われます。で、逆に言いますと85、86%は遺伝子組み換え全くやってないんですね。そういう状態になってます。しかし先行投資って言うんでしょうかね、この遺伝子組み換え企業は、このようにもう独占を強めてしまってます。で、このいうことで、こうなこいつ字見てしまいますと、農業やりたいんだけど遺伝子組み換え企業から種買わなきゃいけないかという気持ちになってしまうかもしれません。しかしこの数字には実は裏があるんですね。どういう裏かと言いますと、世界の圧倒的大多数の農家っていうのは種を自分で持ってるんですね。例えばアフリカの農家、9割の農家が自分で種を取るか、あるいは仲間から種をもらうか、そういう農家が大体9割を占めてると言われています。ラテンアメリカでも7割、アジアでも7割の農家が自分たちで種を持っている。そういう種を持っている農家にとっては、これはいかに、モンサントなんかの遺伝子組み換え企業が種を、独占しようと問題なかったわけですね。しかし問題なかったと過去形で言わざるを得ないんですね。なぜかと言いますと、こういうものが出てきたんです。モンサント法案、どういう法案かと言いますと、これはですね、農家が自分が持っている種を使って農業をやったら、それを犯罪として捕まえてしまう、犯罪者にされてしまう、逮捕されてしまう、そういう法案です。そんなのありえないだろうって思われるかもしれません。というか、農家が自分の種を使って農業をやる、これ当たり前の話ですよね。それが犯罪になる、ちょっと異常じゃないのと思われるかもしれませんけども、実はこれはラテンアメリカにも、さまざまな国にも現れて、8カ国さまざまな形でこういう法律がもう登場してきて、まあ、実際農家は、農家や市民たちが反対して退けた国もありますけども、成立してしまった国もあります。そして今アフリカの国々をこういった法律が襲っている状態です。で、実は皆さん TPP 国会で批准が承認されてしまいました。で、この、TPP によって日本の農業は壊滅的な被害を受けるというふうに言われています。しかし、つまり、この TPP によって関税が引き下げられてしまってゼロになってしまって、海外の安い農産物がどんどん入ってきて日本の農業がダメになってしまうんじゃないか、そういうことが今危険が言われているわけですけども、この TPP っていうのはこの関税だけじゃないんですね。何かと言いますと、この TPP っていうのはこの、農家の種の権利、これを奪う、そういう条項も入ってるんです。何かと言いますと、これ UPOV と書いて UPOV と読むんですけども、これはフランス語の略語なんですが、この法律は1991年にこの種を開発した企業の権利を優先して、このその種、開発された種は農家に自家採取させない、自家採取を禁止する権利、こういったものを確立するんですね。で、このユポフ条約というのは非常に嫌われ者の国際条約で、いまだに批准する国は多くないんです。なかなか特に南の国は批准しようとしません。しかしそういった国々も実は TPP などの自由貿易協定によって押し付けられてしまうんですね。だから TPP 参加国は全てこの TPP が成立しますと農家からそういう権利を奪わなきゃいけない、そういうことがもう義務付けられているんです。ですから今非常にこの TPP が現れることで、例えばメキシコであるとかペルーであるとか、そういった国々でそういう農家の権利が奪われてしまいかねない。メキシコもペルーもチリもそういうモンサント法案を一旦退けたんですね。退けたにもかかわらず TPP が成立することによって彼らはそれをまた被らなきゃいけない、そういう状況に今迫られています。
じゃあ一体日本はどうなんだことなんですけども、実は日本はもう20年前にこの入国条約批准しちゃってるんですね。ですから日本ではもう種の権利はいつでも禁止できる状態がもう20年前に、今からちょうど20年前に成立してしまっています。ただしこの時、この条約制定した時には、この条約を批准して種苗法を改正した時には、すいませんごめんなさい、これね、これ1978年の間違いですね、これすいません、修正されてませんでした、ごめんなさい、これ1978年です。で、これ1998年に改定された時にはですね、この、基本的に種の権利すぐに奪うことは日本政府しませんでした。この段階では基本的に農家が種を取ることは原則 OK だよというふうにされたんですね。ところが企業は禁止してもいいよ、そして農水省は省令で禁止ができますよ、つまり原則は自家採取は OK だけど、禁止する種をこれから増やしていきますよ、そういう、賢い手段を取ったんですね。で、20年間かけていって今どうなっているのかというと、今年には300品種の、種が自家採取することが禁止されます。そして、今年、5月15日に日本農業新聞がすっぱ抜きましたけども、農水省はこの種苗法を改定して、この今原則自家採取 OK ですよってしてきたのをもう原則禁止に変えようということを検討しているということを記事に出ました。で、それでみんなびっくりしてるんですけども、そのこと自身はもうすでにこの時にも始まってたんですね。今そんな状態にあります。そして昨年、この種苗法とはまたちょっと名前が違うんですけども、主要農作物種子法、略して種子法と呼びますけども、この種子法の廃止が決定されてしまいました。で、この種子法とはどういう法律かといいますと、この米とか麦とか大豆の種、この4品種、5品種ですかね、これだけに限るんです。つまり野菜とかお花とかはそういった種は全くカバーしてません。米、麦、大豆だけなんですけども、この、品種の種に関しては政府が、きちっと、生産する義務を負うと、つまり都道府県がこういう種をきちっと生産しなさい、それを、国と都道府県の責任をしっかりと規定したものというふうに言うことができると思います。何かと言いますと、基本的にこの種が不足しないように、不足して農家が困らないように、そうやって作る、そういう義務はこれは、都道府県にありますよ、政府と都道府県にありますよってことは規定されている、そういう法律であるというふうに見れると思います。で、この下で、この法律の下で、種というものは都道府県が、しっかりと作ってきた、開発もしてきて種も作ってきた、そのことによって日本は戦後は種が足んなくなって困る、そういう事態を防いできました。で、この、法律ができたのはサンフランシスコ講和条約が発効した翌々日、もうこういったものが発布されてるんですね。そういった意味でこの法律が戦後の食を支えてきたと言えると思います。じゃあどういう成果を上げてきたのか見ていきますけども、これは都道府県が計画的に種を生産して安い価格で農家に提供してきた。で、これ都道府県ごとにありますので、北海道は北海道の気候に合った種、山間地域が多いところは山間地域に合った種、そういったものを税金を使ってどんどん開発していくんですね。そういったために気候に合った種が提供されて、日本の食料生産、地域の農業を支える、もう山間地域であったとしても農業を諦めずに農業ができる、そういう状況を作ってくれたと言えると思います。そしてこのおかげで日本では300品種以上のお米が今都道府県で作られているというふうに言われています。そしてこれは非常に重要だと思いますけども、その種もみ、お米の種もみは 100% 日本で自給しています。自給してきました。これがこの種子法は、米とか麦とか大豆ですけども、野菜の場合はこれカバーしてません。野菜の種どうなってるんでしょう。もう9割がもう日本で作れないんですね。海外で作ったものを輸入してきている、地域で種が作れなくなってしまう。しかしお米に関しては 100% 日本で作れてきた。で、この種を作る取るっていうのは
この農業の中の、まあ、一番重要な柱になる、そういう技術ですので、それをしっかりと保つことができたということが非常に重要だと思うんですね。その意味でこの書士法は大きな成果を上げていると言えると思います。でここで計画的と書きましたけども、なぜ計画が必要かと言いますと、米の種もみ作るには実は4年もかかるんですね。例えばこのコシヒカリという種があったとします。これ種もみを全ての農家が生産していくためには、まあ、生産したい農家が生産していくためには種もみいっぱい作らなきゃいけないんです。でもお米って普通にバーって一気に作ってしまいますと、自然のものですから、どんどん例えば先祖返りしてしまう、赤米になってしまう、あるいはコシヒカリとは全然見つかないようなもの、あるいは発芽しない米、そういったのも出てきてしまうんですね。そういったものがもし農家の手元に行ったら、その農家は非常に大きな被害を受けてしまいますね。発芽しない種をまいて、せっかくまいて被害を受けてしまったら大変になります。だからどうするのかというと、品質を保ちながら増やしていくんですね。どうしていくかと言いますと、この種もみを作る親種のことを原種と言います。原始的な種じゃないです。親種って意味ですね。この原種を作る親種が原原種と言います。これを作るときには、この元々の種、高品質の種からこれを作るときには、普通田植えだと 3,4 本まとめて植えますよね。そうして植えちゃうと、どれがちょっとおかしくなってしまったか、変異してしまったか分かんないですよね。ですからこの原種は一粒ずつ植えるそうです。そうすると、あ、これちょっとおかしいぞ、間引けますよね。全部そうやって目でチェックして、もうこっからここは非常に高品質、全く同じぐらいの品質のものとして増やされる。しかしこれってめちゃくちゃ効率悪いですよね。こんなことやったら種もみ全然増えてきません。だからここは少し甘くしていって、しかし甘くするけども、ちゃんと複数の目でチェックしながら作っていく。だいたいこの原原種の種っていうのは、だいたい都道府県の農業、試験場、そういうところで、作られます。そしてこの原種、それから種もみになりますと、もう県都道府県が契約した、栽培農家、種取り農家に、委託されて増やされていきます。しかし単に、委託するだけではなくって、試験場の人と一緒にチェックして、もう何回も何回もチェックして、おかしいものがないか、最終的に発芽ちゃんとするかどうか、そういったこともチェックして、ようやく農家のもとに行く。膨大な手間がかかってるんですね。これ営利事業であったら、種もみどれぐらいのお金があるか、大変なお金になりますよね。ところがこれ営利事業ではなくって、公的事業としてやってますので、そんな高くなくできるわけですね。つまり税金を使って、しかもですね、この県ごとにその地域に合った品種が奨励品種となります。奨励品種に選ばれますと、税金を使ってそれを増産して、安い価格で農家のもとに提供します。普通例えばコシヒカリなどが奨励品種になりますと、だいたい1キロ400円ぐらいで生産農家のもとに提供される。ですから安い種もみ、優秀ね、もう本当に品質のいい種が毎年毎年提供される、農家の方は安心して買うことができる、そういう種が提供されている。ただあれですね、みんな奨励品種ばっかりやってしまうと、同じ品種ばっかりやっちゃうと、これ病気入った時大変なんですよね。だから農家の皆さんもいろんな品種を植えて多様化して、病気でやられないように工夫してます。そのためには多様性が必要です。そんなことがありまして、産地ごとに産地品種銘柄というものが指定されます。そうやってだいたい1つの都道府県10品種とか20品種の中から農家の方たちは選べるようになってます。そのような多様性を確保することによって、日本では300品種もの、お米が確保されてきた、多様性が確保されてきた、そういうことが言えるわけです。しかしですね、これはある意味欠点でもあるんですね。なぜかと言いますと、実は日本には1000を超える品種が実はあった、今もあるそうです。つまり、農家が自分たちが代々受け継いでいる在来のお米を持っているんですね。それを合わせると1000を超す。しかしそういう多様な種っていうのは実は売れないんですね。なぜかというと、この先ほど言ったこの産地品種銘柄に指定されると、都道府県でチェックして、これ確かに DNA がこれだから間違いなくこの品種ですっていうふうに
保証されて、この、まあその例えばコシヒカリならコシヒカリですとして、これを売ることができるわけですね。しかし、それ以外の品種は、その他の品種としか売れないんですね。だから、スーパーだったら、これコシヒカリ美味しいですよって売れますけども、これその他の品種美味しいですよって買う人なかなかいないし、スーパーでもなかなか売れないですよね。そうなると、この産地品種銘柄に指定されないと、この排除されてしまう。その意味でのこの在来種を、まあ、抑圧してしまった、そういうことが、まあ、欠点としてはあったとだろうと思います。そのためにこの、まあ、在来種を、一生懸命やっている農家の方たちには、種子法に対して非常に種子法というものはけしからんもので、排出されるのが当たり前だということを言われる方がいらっしゃい、おられます。しかしその批判はこの点では正しいと思うんですね。ただし、じゃあ本当に種子法ったものは排出されたため当たり前なのかというのは、僕は非常に疑問なんですけども、その問題を今後ちょっと見ていきたいと思います。で、この種子法は昨年廃止になってしまいました。で、種子法といったものが廃止になるってこと、実はほとんど報道されてません。例えばこの2月10日、首相官邸で閣議決定されます。種子法廃止が閣議決定、これは日経新聞などでベタ記事が出てます。しかし、種子法とはどういう法律で、それを廃止したらどんな問題が起きるよ、そういう問題を報道した新聞機関はありませんでした。廃止されるまでほとんどの新聞は報道してません。全国紙は全く報道してません。廃止された後に毎日新聞が少し記事を書いた。戦後の日本の食を支えたような、こんな大きな法律を廃止するのにマスコミが何も記事を書かない、これってちょっと異常じゃないですかね。しかもこれ2月10日に廃止を決定して、週3、5時間ずつっていうのは極めて限られた審議時間です。これだけで廃止してしまったっていうのは実におかしいなと。さらにおかしいのはですね、自民党の議員さんたちも多くは廃止に反対だったっていうんですね。自民党の議員が反対してる、じゃあ誰がこれ決めたの？決めたのはここでした。規制改革推進会議。規制改革推進会議ってどんなところでしょう？これは TPP の日米交渉の中で、アメリカ政府の要求を受け入れて、日本政府の、政策を作っていく、そういうために作られたというふうに言われています。今水道法が今国会では改定されてしまうんじゃないか、民営化されてしまうんじゃないか、どうやらされない形でほっとした人も多いと思いますけれども、これを決めたのもここですね。市場法もなくせ、これもここが決めた。種子法もなくせ、これが決めた。じゃあ政策決めるっていうのは当然国会ですよね。これ国会の機関でしょうか？国会議員入ってるでしょうか？国会議員は一人も入ってません。御用学者が入っている、そこが決めていってしまう。そして国会はお飾りで、もう首相官邸が決めたら自民党の議員は怖くて反対できない。そんなこともあって、もうこれ簡単に、もう廃止がもう事実上もうこの段階で決まってしまったと言えるわけですね。じゃあこの種子法を廃止する理由って一体何でしょう？実は一つだけなんですね。国会審議聞いてましたけども、これ以外の理由は出てきませんでした。つまり種子法があると民間企業の投資意欲を奪ってしまうから、だからこれ廃止しなきゃいけないと言ってるんですね、農水省なんか。だけども実は住友化学、種子法を廃止する2年前に5カ年計画で種子の生産を67倍に増やす、こういう計画を作ってるんですね。5年間で67倍ってすごくないですか？意欲的ですよね。意欲満々なわけです。そしてトヨタ通商、ここも種子法を廃止する前にもうこの米事業に参入を決めてるわけですね。ですから種子法があっても民間企業やる気満々なんですね。これを考えるとこの理由っていうのは説得力がないと思うんですね。なぜこれを廃止してしまったのか、これは要するにこう言って、要するに公的な種子事業を終わりにして民間企業にするためにやってるとしか思えないんです。それを、まあ、ちょっと挙げてみたいと思うんですけども、なぜかと言いますと、今どんな状況になっているかと言いますと、お米というものは
ほとんどが都道府県が作っているものがほとんどです。自家採取、農家でやってる人たちもいらっしゃいますけども、この例えば、民間企業、三井化学とか、これ三井光というのが一番日本で売られている、民間品種というふうに言われています。それから住友化学の筑波、SD、これが、次に売れている品種だと言えると思いますけども、こういった民間品種すべて合わせても2016年段階で 0.3% しか生産量ないんですね。逆に言いますと 99.7% はこのような都道府県あるいは農家が持っているお米で作られている、そういう状況なわけです。つまりこれ今例えばですね、先ほど67倍にするって言いましたけども、これ2020年段階でも住友化学のこの目標は 1% 満たない、つまり今700万トン以上作られてますので、全然民間企業には種をちゃんと供給する生産能力はない、そういう状況でこの 99.7% を支えている種子法をなくしてしまう、これはいかにもおかしな話、もう無理がある、そういうふうに言わざるを得ないんですね。で、農水省はどのように見ているかといいますと、この農水省は、このように言っています。つまり彼らも民間企業が、今生産能力ないということは知っているわけです。でもこんなこと言っています。つまり民間企業が種子を生産できるよう、供給できるようになるまで都道府県は種を作りなさい。ただしその間、都道府県は自分たちの持っているノウハウは民間企業に渡しなさいと言っているんですね。つまり公的事業はどんどん縮小して民間に移行しなさい、これが農水省の今の見解なんです。で、この結果、今これまで3月の今年の3月まではこの主要農作物種子法と種苗法、日本には種に関して2つの法律がありました。しかしこれがなくなってしまって、4月でなくなってしまって、この種苗法だけになります。農水省はこれをなくしても種苗法がでカバーしますから大丈夫ですというふうに言ってました。じゃあこの種苗法でこの種子法の代わりになるんでしょうか。つまりこの種苗法、この種子法ではこの種、米とか麦とか大豆の種が足りなくならないように都道府県がしっかり生産しなさい、その行政の責任を定義したものがこれでした。じゃあこの責任をこの種苗法に書かれているでしょうか。この種苗法はどんな法律でしょう。実はこの種苗法というのは種を開発した人の権利を守る、つまり知的所有権を守るための法律なんですね。皆さん共謀罪覚えておられますかね。共謀罪の対象、実は種苗法対象なんですよ。だから例えばこの種いいからみんなで共有しようぜ、企業の種をみんなで共有しちゃったら、それみんなで共有した人みんな共謀罪になっちゃうんですね。つまりそれはその種を開発した人、企業の権利を、侵害するから、そういう理由でこの種苗法というのはそういう、企業の権利を守るための法律ということができると思います。で、開発者の権利は守れたとしても、例えば農家の側でそういった種を、受け取らなきゃいけない、受け取る権利があるわけですけども、そういったものはこれで今保障されてきたわけですよね。これをなくしてしまって、つまり行政の責任どこに行ったんだ。つまりこれから種、この米とか麦とか、大豆の種っていうのは一体どうなるんだってことなんですけども、この行政の責任はどこかってどこに書いてるかっていうと、今日本の法律では全く書かれてません。逆に言いますと今はこのお米、麦、大豆の、種のに関しましては無政府状態になっていると言わざるを得ないんですね。で、国会で議員が追及して、これこんな無政府状態にしちゃったら困るじゃないかと追及しました。農水省はこう答えました。大丈夫です、この種子法は戦後の食糧難だったからこの必要でした、今は食糧難であった時代のような形で種が足りなくなることっていうのはありえません、こう言ってるんですね。じゃあ本当に米が足りなくなる、種もみが足りなくなるってことはありえないって言えるのかと言いますと、実は先ほど種子法のおかげで、戦後日本では種は足りなくなることはなかったというふうに言ったと思いますけども、実は一回あったんですね。何の時か分かりますかね。1993年でしたっけね。
例外で倒木が襲われたわけです。例外で種もみが作れなくなってしまったんですね。農家の人たちは例外で大きな損害を受けました。しかも来年その次の年の種もみがないっていうんですね。これ農家にとってはもう大変ですよね。そんな大変なことが起きそうだったんですけども、その時どうしたかと言いますと、実は沖縄の石垣島、ここで種を増産したんですね。つまり沖縄では冬でも種もみが作れます。そこで石垣島の種取り農家の方たちが東北のためにいっぱい増産作れたんですね。そしてその種もみは東北に送られて種が足りなくなる事態を防いだんです。つまり都道府県が協働することによって日本は種が足りなくなる、そういう事態も防いできたんですね。これは種、沖縄の種取り農家もしっかり守ってきた、日本全体で守ってきた、だからそういう事態を避けれたわけです。で、今例えば西日本大変ですよね。水田がもう破壊されてしまってます。これからああいう気候変動どんどんひどくなっていくと考えられます。そうなるともう水田が流されてしまう、そのことによって種もみが足んなくなってしまう。僕はこれ今後非常に大きな問題になっていくんではないかと思わざるを得ないわけですね。そうなるとこれからこの行政の責任というのはしっかりしてもらわなきゃいけないにもかかわらず、その法律なくしちゃったんですね。これが本当に正しいことだったかというと非常に大きな疑問が残ります。で、種子法がなくなることでどんな変化が起きるかということをちょっと挙げてみました。暑いですね。大丈夫ですか皆さん、水分不足ならなくて大丈夫ですか。そう、閉めてもいいんじゃないですかね。暑くない、相当ブラッと暑くできますので、はい、水分取ってぜひ耐えてください。すみません。はい、それではですね、この種子法がなくなったら何が起きるか、それ考えてみたいんですけども、まず一番最初に挙げたいのは種の多様性がなくなる危険性が高いと思うんですね。例えば山間地域で作られてたようなそういう小さな品種、それがなくなってしまう。これ以外にもいろいろあるんですけども、こういう、多様性がなくなっていく可能性がある。これがまず第一に考えたいことです。第二に考えたいのが種の値段が高騰する。これ何かと言いますと、今、先ほど言いましたけども1キロ400円ぐらい、奨励品種は、あ、すいません、今ちょっと暑いので温度18度の強風っていうのにセット したいんですけど、で寒すぎたらまたちょっと寒すぎる人は声を上げてください。もし寒具合がならないように、寒すぎてる、はい、お願いします。手を上げて、はい、大丈夫ですか。皆さん暑いですよね。寒かったら言ってくださいね。はい、それではこの種が値段が違うんですね。つまりこれ今、公共品種ですと1キロ400円ぐらいで買えるわけですけども、民間品種ですと例えば蜜光、一番売れてる蜜光は1キロ4000円ぐらいするそうです。10倍ですね。先ほど言ってたようなああいう作業を営利でやったら当然ながら高くなりますよね。で、農水省もこうしたら、種子法を廃止したら種の値段は上がるってことは認めてます。だけど農水省はこう言うんですね。種の値段は高いけどもその分収益上がるから大丈夫です、もう収益で元が取れますよって言ってるんです。じゃあ全ての農家で収益が取れるのか、それは後で検証したいと思います。それから今ですと種子法がありますので47都道府県全てに農業試験場があります。東京にもあります。そういったところではその地域にあった種であるとかその地域で発生しやすいような病気、その対策などが練られています。しかしそういったものがどんどん縮小されてしまう危険があると思います。そしてこの種子法がなくなるのと同時にですね、とんでもない法律、ちょっと字が小さくて読みにくいと思うんですけども、農業競争力支援強化法というものができています。とんでもない法律なんですね。どんなこと書いてあるかと言いますと、84項にこんなこと書いてあります。つまり都道府県が持っている種を作るノウハウは民間企業に提供しなさい。これが民間企業が農家が作っている地域の企業だったら僕は全然問題ないと思います。しかしここで言っている民間企業は例えばモンサントであるとか住友とか三井とかそういった多国籍企業です。
これは皆さんの税金で作っておいて公共の財産として、その地域の農業の公共財産、そういう情報として人材であるとか、あるいはさまざまな種であるとか、そういったものが作られているわけですけども、それが多国籍企業のものに売られてしまう、そういう、状況になっています。それでは先ほどから文句ばっかり言っている民間品種、悪口ばっかり言っている民間品種、どんなものがあるかちょっと紹介したいと思います。三井化学、住友化学、日本モンサント、あとトヨタ通商、こういったところが今結構こう力を入れて、こういうお米を作ってます。しかしですね、全部品種すっごく少ない、1品種とか2品種、多くて3品種しかないんですね。しかも例えばこれ住友化学のつくば SD ですけども、北海道とか青森、ですから秋田の北の部分は無視、そういう品種です。で西日本には1品種しかない、この地域だけ3品種、他のところは2品種か1品種あるいは0品種しか提供してないんですね。つまり日本の農家のために向いている品種作ってないんです。どういう品種を作ってきたのかっていうのをちょっと具体的に示したいと思うんですけども、すみません、これ皆さんのお手元にありません。必要でしたら写真とか撮っていただいても結構ですので、すみません、ちょっと多すぎたんで後から加えてしまいました、ごめんなさい。でこれは三井川が作っている三光、これは今、日本で作られている品種の最も、売れているものといえます。元はというと都道府県とか国が作った日本バレとかコシヒカリ、そういったものを改良した改良品種です。元はというと公共のものから作ったものなんです。でどんなものか見ていただくのが分かりやすいと思うので、ちょっと写真をお見せしたいんですけども、こういうものです。でこれが元の公共品種ですね。でコシヒカリとか日本バレ、こういう公共品種に対して、この下のミツヒカリはなんと一つの子に2倍から3倍そんだけ穂がつくと言われています。すごいお化けみたいな穂になるんですね。だから、非常に収量が高い、生産性が高いというふうに、三井化学は説明しています。ちょっと戻しますね。で収量高いって言うんですけども、どうやったらこれ収量上がるかっていうと、化学肥料を大量入れないと収量は上がらないそうです。しかし化学肥料大量に入れると土がもうカチカチになってボロボロになってきます。2年3年同じところでそれを続けていくと収量は下がってきてしまう。まあ田んぼがいっぱいあってどんどん変えていけるんだったら収量保てるかもしれませんけども、連作するとかなり大変です。しかも化学肥料あれだけ大きな掘りにするためには大量の栄養を吸っちゃいますので、化学肥料を大量に入れなきゃダメだと言われています。でしかもですね、普通のコンバイン入れたらお化けみたいな本になってしまうので、コンバインが壊れてしまうらしいんですね。小型のコンバイン入れてしまいます。そうすると大型のコンバイン入れなきゃいけない。そうすると大型のコンバイン入れられる農家ってどれぐらいあるかってことなんですけども、これは全ての農家で利益収益を上げるっていうのは非常に難しい品種ではないかな。つまり大規模農家が多角化のためにやるんだったらオプションとしては考えられるかもしれませんけども、日本の農家のほとんどは中小零細です。その農家にとってはこの品種は多分役立たないではないかなというふうに思います。でこのお米は大体まあ値段が高いことも有名なんですけども、吉野家のお米などに使われているそうです。そしてもう一つの例が、これはつくば SD と言われる種お米です。でこれもやっぱり大規模化を、のための技術、これ鉄コーティング、要するに種もみに鉄粉まぶしてしまうので重くなるのでね、水田に投げるとどんどん沈んでってくれる。要するに種ないとこ作る、田植えしなくていい、直まきできる。だから労力を 6割も減らすことができる。労力減らせるのいいですよね。だけどそれは何のために減らすかっていうと、大規模に耕作するためにやるためにやってる、そういう技術です。ってことは大きな農場水田を持ってる人には役立つかもしれませんけども、小さな田んぼで、きめ細かい農業をやってる方にはあまり合わない品種と言わざるを得ないんではないかと思います。そして報道ではセブンイレブンなどのコンビニのおにぎりで使われていると言われています。お弁当屋さんのおにぎり、お米とかね、そういったものに使われている。で日本モンサント、
遺伝子組み換えで有名なモンサント社ですけども、これは遺伝子組み換えのお米ではありません。元はこのドントコエ、コシカリ、これも公共品種です。公共品種を掛け合わせて作った、まあ、普通の、まあ、通常配、育種の、ものです。でこれも同じように大規模化を、まあ、メインに狙っている。ただし、まあ、これもやはり外食向けに使われているというふうに思われますけども、ただあまりこれモンサントというとなんかみんな警戒するんですけども、あんまりこれ警戒しなくていいと思います。モンサント社もあんまり売り気ないみたいで、あんまり売れてないみたいなんで、あんまりこれに過剰反応しない方がいいと思います。むしろ怖いのはこちらの方かなと思うんですね。特に住友化学の方なんかは僕は警戒しなきゃいけないなと思っています。で皆さん農家やってる方の中には、種がこれまで農協から買ってたけども、それが三井住友に変わるだけなんで、種はあとは農業やるのは俺なんだから俺に任せとけ、農業は自信があるぞ、そういう農家の方もいらっしゃるかもしれません。しかしそのように自由な農業というものはこの民間品種では多分できないと思います。これはある、企業の、ライセンス契約、こういう契約をしなきゃいけないんですね。つまり種ください、種買ってきてそれを自由に植える、そういうのできないんですね。もともとつまりその種は誰のものかというと企業のものなんです。できるのは委託生産、委託労働者の委託生産の契約はできる。そうなりますとその生産の方法は誰が決めるかというと企業が決めていくわけですよね。どういう化学肥料を使う、どういう農薬を使う、これを決めていくのはその企業です。ですから例えば隣のおばちゃんが原農薬がいいからと思って原農薬で作ったらどうなるか、これ契約違反になるわけですね。つまり農薬使わなきゃいけない、使ったことにして使わなきゃいいじゃないか、そんなこと言ってもこれ監視、査察を受け入れなきゃいけないんですね。ということはどのように生産するかっていうのはもう企業が決めていく。でこれ私たち本当に今食っていうのは消費者と生産者が顔の見える関係を作って、より安全で美味しいお米を美味しくて安全な食を作っていく、それいう必要が僕は強いと思うんですけども、こういう直接的な関係を断ち切ってしまう、つまり変わってしまうのは種だけではなくって農業の在り方、食の在り方が変わってしまう可能性があるんですね。つまり企業が種から流通までそういったものをもう支配、まあ、牛耳っていく。そこで例えば、消費者が原農薬がいい、無農薬がいい、そういう要望をしたとしても生産者はそれを聞き入れることができない、そういう体制になってしまうんではないか、そういうことを懸念するわけです。でつまり決定権というものは企業に移ってしまう、消費者の決定権、生産者の決定権というものは奪われてしまう、僕はそういうことが非常に、懸念しています。しかしですね、先ほどお見せしたようなライセンス契約、すべての企業が今やってるわけではないです。ライセンス契約は1社だけです。三井化学なんかはあんまりやってないというふうに言われてるんですけども、しかし大なり小なりすべての企業でその企業の、農薬を買わざるを得ない、そういう状況になると思うんですね。そもそもモンサントとか住友とか三井とか巨大な企業ですよね。そういう巨大な企業がなぜ種に手を出すんでしょう。種っていうのは実は開発に10年くらいかかるって言われてます。そして種を作るのは毎年作んなきゃいけない、つまりすごい手間かかるわけですよね。そういう手間をかけてやっていく、その割にですね市場は小さいんですね。生産コストの 2% から 5% くらいにしかならない。となると市場は小さくて手間かかる、儲からないんですね。だからこそこういう種を多様にやっていくためには公的事業として支えていかないと営利事業じゃできないものなんですね。じゃあなんでそんな営利事業で やれないものを、三井住友が出てくるのかって言いますと、彼らが売りたいのは実は種ではなくってこれなわけですね、農薬ですね。化学企業が売りたいのは農薬なわけですね。つまり今農薬というものは世界的に大きな規制、禁止運動、こういったものも強くなってきています。それに対して化学企業は非常に、まあ、脅威を受けている。彼らとしては市場確保したい、その意味で種から支配してしまうとこれはすごく効率いい、まあ、農薬を売れるマーケットを確保できるわけですね。
そして農薬のマーケットってやっぱり生産コストの 10% もあるんですね。種からするとずっと見入れがいいんです。でこれを合わせていることによってこういう企業はメリットがある、だからこそ参入していくんだ。そして種を売るときにやはり農薬も売ってくる、一緒に売ってくる、そういう傾向になってくるんだと思います。で今この、日本の種、日本で作られている種って大体こんな感じになっていると思うんですね。真ん中にこの公共品種、都道府県の農業試験場などで作られていて増産されていて、そういう種があります。それで、まあ、例えば自家採集している方たちもいらっしゃると思います。そしてこの公共品種を使ってこう三井住友みたいに、まあ、改良していく、そういう企業もあります。でそれ公共品種使ったんだから使わせてよって言っても彼らは使わせてくれないわけですね。知的所有権を、壁にして、独占してしまいます。でそういう、状況ですけれども、この公共品種が守られることによってなんとか このシステムというのは回っていけると思うんですね。ところがこれを支えている種子法をなくしてしまうと何が起こるのか、こうなってしまうんではないかなと思うんですね。つまりこれには税金を、まあ、投入できたわけですね。種子法のもとに税金を投入してこれを生産をしっかりやってた、それの根拠を奪ってしまうことによって、その種子が支えていた地域がどんどん衰退していってしまう、そういう危険が僕はあるんではないかと思います。でですね、このそう言ってしまうとこうなっちゃうとちょっと真っ青になるんですけども、ただこの図はめちゃくちゃ誇張してます。皆さん、こんなことには急にはならないので大丈夫です。と言いますか、今ここがですね 99.7% あるんですね。だから今年の4月から種子法なくなってしまったんですけども、じゃあ今年からもうすぐこうなってしまうかっていうと、ならない、なりようがないわけです。こちらの方は生産能力まだ全然ないんですね。だから今だったら間に合うんです。もしかし私たちが今何もしないでいると、将来的には僕は大なり小なりこうなっていくと思います。こうなった時にやはり怖いと思うんですね。そして今こういうですね、まあ、民間企業の種、悪口僕は言ってるけども、そう言うけども、これ今後世界の人口は90億100億になっていく、そういう人たちが植えないためには生産性の高い企業の種が必要なんだ、そういうことを言う人もいらっしゃいます。じゃあ本当に企業の種って生産性って高いでしょうか。例えば今ですね、ブラジルで遺伝子組み換え大豆が、生産始まるときに、遺伝子組み換え企業はこう言いました。遺伝子組み換え大豆は生産性すごく高いので、それを、始めてくれたら農家は儲かるよって言ったんですね。じゃあサンパウ大学からその後調べてみました。ブラジルで一番生産性高い大豆は何だったか、そうしてみたら一番生産性高かったのは遺伝子組み換えでない大豆でした。遺伝子組み換えの大豆は全然かなわなかったんですね。例えば今アメリカで開発された遺伝子組み換えコットンがインドとかアフリカで育てろってやってるんですね。それで気候全く違いますよね。当然のことながらインドではうまく育たないんですね。そのためにインドの農民は多くが自殺せざるを得ないような状況も生まれています。生産性は必ずしも上がってません。つまりその地域で一番生産性があるっていうのはその地域に合った種なはずなんですね。その地域で作られてない、外で作られたグローバルな種、グローバルフィルが作った種っていうのは必ずしも生産性って高いとは限らない。これは本当に嘘が非常に多いので気をつけるべきだと思います。しかしですね、生産性だけで考えていいかっていう問題もあります。と言いますのは、例えば今アトピーとかでアレルギーで苦しんでいるお子さん増えていると思うんですけども、こういう人たち実はこの、今主流になっているお米っていうのはみんな消費者が美味しいお米がいい、甘いお米がいいってことで餅成分が多いお米が増えている人なんですね。品種改良されて餅成分が増えている。しかしそうやって餅成分が増えた、そういったお米を、こういうアトピー持っている子供に与えてしまいますと、そのアトピーの症状が一気に悪化するそうなんですね。それに対してこれは北大の先生たちがもしかすると、このアトピーの子どもたちには古いお米を食べさせたらこのアトピーの症状は治まるんじゃないか、そういう仮説を立てるんですね。そして実現したのがこの雪光という品種なんです。これは1984年に北海道で開発された品種なんですけども、
これを北海道の有機農家の方たちに育ててもらってアトピーの子に食べさせたら、そのアトピーの症状がもうどん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 減っていった、そういう効果が得られた、そういうフォローアップのことがされて、今アトピーの子に密かにブームになっているものですけども、このようなお米っていうのは昔に生産されているものですから生産性は今より低いかもしれません。しかしアトピーの子供にとっては命を救う種だと思うんですよね。お米だと思うんです。そういうものは生産性だけで排除していいのか、私たちが守るべき種っていうのは本当に生産性だけで考えていいのかということも考えていく必要が僕はあるのではないかというふうに思います。で、先ほど種が、多様性がなくなってしまうのが一番の問題ではないかということを申し上げました。実は人類、私たちは今この種をの多様性を一気に失ってしまう、そういう危機に瀕しています。実際にですね、100年間に9割以上の多様性が世界から失われていることがもう分かっています。例えばこのアメリカの例ですけども、1903年には307品種のスイートコーンが作られていました。しかし80年後にはたった12、もうほとんどが消えてしまっているんですね。一度失われてしまった多様性というものはもう戻ってきません。で、この多様性を失うと何が起きるか、そういったことを考えていただきたいんですけども、実は最悪のケースがアイルランドで起きています。19世紀のアイルランドで起きています。この時期は、このジャガイモ、アイルランドの貧しい農民たちはジャガイモを主食にしてきたんですね。そのジャガイモ、みんな一品種同じものばっかり、作るようになってしまった。その一品種がウイルスにやられてしまいます。そうするとほとんど全滅してしまった。全滅してしまって、もうその結果なんと人口の2割が餓死せざるを得なかったというんですね。そして2割は国を捨てて移民せざるを得なかった。あっという間に国の人口が半分ぐらいに減ってしまった、そういう悲劇を味わいました。今でもこういう追悼碑がアイルランドにはあるそうです。このような悲劇が1970年代、インドとインドネシアという人口の膨大なところで起きそうになったんですね。この時にこの品種はとっても収量高いよということで、ある、改良種の、この、お米が、推進されました。しかしそれがウイルスにやられてしまったんですね。この膨大な人口の膨大な地域でアイルランドのようなことが起きたら、これ大変な悲劇になってしまいますよね。ところがこの時には6000を超える品種が存在していた。だからこの中にウイルスに強い品種が見つかったおかげで、それを活用することでこの膨大な人口というのはアイルランドのような悲劇を繰り返さずに済んだわけですね。つまりこの生物多様性、この多様性を持っているということは私たちの命の保障になっていくんだ、そしてこの気候変動がどんどんひどくなっていく、どういう病気が増えていくかをもう予測がつかないわけですね。そういった時にこのような多様性を持っているということは私たちの命を守ってくれていくことになると僕は思います。その意味でこの多様性を守らなきゃいけないというのは今世界の潮流になってきている。この世界で今3つの国際条約ここに並べましたけども、こちらが生物多様性条約、その名の通りもう多様性を守ろうという条約ですね。この真ん中の条約、これは非常に重要な条約なのでぜひ注目していただきたいんですけども、何かといいますと食料及び農業のための植物遺伝子権条約、長い名前なんですが、これも世界のほとんどの国がもう批准している。これに対して先ほどから言っている種の開発者を、特権を守る、そういう国際条約は人気ないですね。やっぱりこの多様性を守ろう、こういった方が世界の潮流になっていると言えると思います。で、この条約は特に重要なんですけども、どういう条約かと言いますと、この、今持っている、農業の、この、遺伝資源、この多様性を守ってきてくれたのは実は農家のおかげなんだ、だから多様性を守るためには農家の権利を守らなきゃいけないんだというのが書かれてるんですね。さらにその権利を守るのは政府の責任だよ、そこまで規定されている、国際条約です。で、日本政府はこれ批准してるんですね。先ほど言ったこれ全て日本政府は批准してます。で、この条約にはこういったことまで書かれてます。つまり種に関する政策決定に農家は参加する権利が保障されなきゃいけないんですって書かれてるんですね。
だったら種子法を廃止するんだったら農家の人の意見を聞かなきゃいけない、そういう義務を日本政府負ってるわけですよね。明確に農家の意見を聞かずに種子法を廃止したっていうのはこの国際条約に関する明確な違反じゃないですか。そういう違反を僕は日本政府はしてしまったと言わざるを得ないと思います。はい、この絵は何でしょう。これはですね、ブラジルにおける遺伝子組み換え大豆の収穫風景です。これトラクター、ここに車がこんなちっちゃく見えてるので大きさがあると思うんですけども、収穫って大体こういうふうにするそうです。何十台もトラクターが集まってこうやってダーッとやってくる。ここには農家必要ないんですよね。農薬を飛行機でまくパイロットとこういうコンバインを運転する運転手がいればできてしまう。で、一人の農家で1万ヘクタール持ってる、そういう人がザラにいる、まあ、3000ヘクタールなんていうのは本当ザラにいる、そういう世界です。で、日本だったら大体みんな2ヘクタールぐらいしか持ってないわけですよね。100ヘクタールあったら日本では一体何百人が生きられるか、そういう数になると思います。じゃあこういう農業だったら人はどれだけ生きていけるか、どれだけの食、仕事の方ですね、仕事が得られるか、こういう農業だったら100ヘクタールでたった2つの仕事しか、2人分の仕事しか得られないそうです。つまりこういう農業がどんどん広がっていくと食べれない人が増えていく、つまり、仕事があぶれてしまう。元はこういう地域には小規模な農家がいっぱいいました。そういった人たちは追われてしまって農業労働者になった。農業労働者になっても仕事がないんですね。そんなことで南米ではこういう農業が広がることで飢餓死人口、貧しい人の人口がむしろ増えていくと言われています。そしてこれで起きること、これ土ぼこりすごいですけども、どん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 土が失われていくんですね。で、実は土壌が傷ついてるんですけども、もう一つ土壌が傷つくと同時に同じことが私たちの腸の中でも起きていると言わざるを得ないんですね。というのは実は私たちの腸と土とは非常に似た機能を持っています。土の中には土壌細菌がいますし、腸の中には腸内細菌がいます。腸内細菌を私たちが失ったら私たちは生きていません。私たちの体の中には100兆もの腸内細菌がいると言われてますけども、これもまた今失われようとしています。でこのことでさまざまな病気が生まれてきています。例えばこれは今アメリカで起きていることですけども、このグラフ何かと言いますと、これはアメリカにおける糖尿病患者の数なんですね。この棒グラフが糖尿病患者の数です。そしてこの折れ線グラフ何かと言いますと、アメリカにおける遺伝子組み換え大豆、遺伝子組み換えトウモロコシの割合を示したものです。今から22年前、1996年に始まってこの20年間の間にこのように増えてきました。それに伴って糖尿病もやはり同じように増えている、そういう傾向が見えます。で、糖尿病だけではありません。さまざまながんであるとか、あるいは子どもの場合には自閉症、こういったものも90年代後半から急激に増えてます。で、今アメリカでは非常に悲しい言葉が警告として繰り返されています。どういう言葉かと言いますと、私たちの子どもたちは私たちと同じだけの人生生きられない、つまり子どもたちの寿命は短くなってしまう、そういう言葉なんですね。実際にアメリカで2015年平均寿命が前年を下回りました。そのようなことが起きています。今アメリカでは2人に1人の子どもがアレルギーであるとか糖尿病であるとか、そのようなさまざまな慢性疾患を持つに至っていて、今大変なことになっている。しかしそれがゆえに特にですね、お母さんたちの運動がアメリカの食を大きく変えつつある、そのような面白い動きが、面白いと言ったら失礼ですけども、そのような注目すべき動きも生まれてきています。で、この食というものは当然私たちの健康に直接響いてくるものです。しかしそういうものだけでなくてですね、実は気候変動のようなグローバルの問題も実は食と密接に関係があることが指摘されています。
今気候変動というと、テレビの中で出てくるのは、自動車の排ガスだったりしますよね。あるいは工場からの煙突から出てくる発電方法であるとか、そういったものばっかりが注目されるわけですけども、実際に気候変動を引き起こしている気候変動ガスを出しているのはこの半分が実は食からだというふうに言われているんですね。で、これがですね、なぜか自動車とか飛行機、そういった温暖化効果ガス、それが大きいと思われるかもしれませんけども、実はこのファクトリーファーミング、安い肉から出てくるような、牛のゲップの方が気候変動ガス、はるかに大きいと言われてるんですよ。なぜかって言いますと、今の牛はですね、牧場だったらまだいいんですけども、牧場ではありません。今はこういう牛たちは狭いところに閉じ込められて、遺伝子組み換え大豆、遺伝子組み換えトウモロコシ、そういったものを食べさせられています。それで遺伝子組み換えトウモロコシ、どうやって作られているか、これ見ていただくとわかりますけども、なんとたった270カロリーを作るために10倍以上のエネルギーを使っている。なぜかというと、例えば化学肥料を使いますよね。化学肥料をどうやって作るかというと、今は天然ガスをボンボン燃やして空中から肥料を作っているわけですね。化学肥料を作っている、そういうことをやってますから、化学肥料を畑にまくってことは天然ガスを畑にまくようなことなわけですね。こういうことをやってたら気候変動高まるわけですね。で、実際にですね、これ実はそう言ってしまうと本当に農食もダメなのかって感じになってしまうんですけども、これは食は実はそれを反転させることができる唯一の産業だと言えるんですね。って言いますのは、これ農業、二酸化炭素、気候変動ガスを光合成によって土の中に入れることができる、そういう活動なわけですね。そうしてしまえば気候変動は収まります。そして土は栄養豊かになります。植物も栄養が豊かになってきます。それを食べる私たちも健康になっている。つまり一石二鳥三鳥四鳥の政策ができるのがこの農業なわけですね。で、今はこれに化学肥料とか農薬を入れてしまいますので、この微生物が死んでしまってメタンガスになって出ていってしまう。そういうことでこの農地そのものも気候変動ガスを出してます。しかしこれを、この力を取り戻すことができたら、つまり空気中の二酸化炭素を土の中に入れることができたら気候変動、これ収まる。科学者がもうそういうことを言ってるんですね。土のそういう力を1000分の4高めるだけで、この世界中でそういう農業を、土の力を高めることができたら、この気候変動はもう終わるだろう、そのように言われています。で、これができればもう変わっていく。つまりこのグローバルな、この気候変動みたいなグローバルな問題も農業を変えていくことによってもう変えることができる。で、実際にですね、今この大量生産される工業的な食、これによってさまざまな問題が作られていると言えると思います。例えば、薬を食べて病気の人が増えていく、家族農業、農家は排除される、安い食で賃金は固定される、そんなことで病気の人が増えれば地方財政は崩壊してしまうし、気候変動もひどくなっていく、環境も壊れていく、紛争も大きくなってしまう。しかし問題なのは、これを変えていくことで変えられるじゃないか、こういったさまざまな社会問題は変えられるじゃないか、つまり食のシステムを変えることによって、食の民主主義を実現していくことによって社会を根元から良くしていくことができるじゃないか、そういうことを今世界の人々が気がつき始めていると思うんですね。つまりこのように、アグロエコロジーというのは、そういう生態系を守る、そういう、日本だと有機農業とか自然農だと言えると思いますけども、そういうものができれば病気は減る、気候変動は収まっていく、さまざまなこのグローバルな問題が解決していく。でも こういう形に変えていくためには何が必要か、何が必要かっていうと、これができる種が必要なんですよね。種がもう化学肥料とか農薬がないとできないような種しかなくなってしまったら、このように変えることはもうできなくなってしまう。その意味で種を守る必要というのが出てくるわけです。時間がなくなってきましたので、端折りますけども、今ですね、
このような大規模化学農業、実は、農地を大規模化して企業にやらせようと、これは世界各国が進めてきました。しかしそれが何を生み出したか、実はそれが生み出したのは2008年、2009年世界食糧危機だったんですね。これは大きな衝撃を与えます。つまりこのような大規模企業的な農業がやってきたら、もう世界の食は破綻してしまう、そういうことに世界は気がつき始めるわけですね。国連組織も大きく変わります。そこで始まったのが2014年国際加速農業年でした。もう加速農業を進めていかなければ、これも世界大変なことになってしまう。それで始めたものですけども、これだけではもう足んない。昨年国連総会で、決議されて、来年から10年かけて世界の全ての政府で加速農業の10年をやっていこう、これが国連総会で決議されます。つまり、加速農家を、育て、きちっと、まあ、強化していこう、その上で種を守っていこう、今世界でそういうことが動いています。で、今この共通、その共通の戦略としてこのアグロエコロジーといったものが今世界的に注目されています。時間がないのでちょっとこの辺は読んでおいてください。さまざまな多様な学問を総合した形で、もう農家と学問、社会運動と一体化してやっていくような、この今世界ではアグロエコロジー学科、大学の中にこういう学科ができています。研究者も学生も勉強しています。そしてそういった人たちが小農民と一緒になってこういう農業を推進しています。ヨーロッパでもやってますし、ラテンアメリカでもアフリカでもやっています。今 FAO はこれを世界に広めていこう、こういうことを決議して毎年そういう活動をやっています。このような形ですね。ラテンアメリカでこれは非常に発達するんですけども、今はアフリカ、それからフランス、イギリスなどにも広がっています。で、今日の一つの、まあ、主題でもあります食糧試験。食糧試験というのは、米の関税の話でしょって思われる人がちょっと多いんですけども、それほどではありません。そうではなくって、食べたいものを食べる、作りたいものを作る、それが食糧試験です。つまり人々が決定していく、企業が決めていくのではない、企業が決めていくシステムが、これはそれならあってはいけない、人々が決めていかなきゃいけない、そういった考えが食糧試験というふうに言っていいと思います。このような形で種を守っていく、つまり、企業が作る蜜光ではなくって、子どものアトピーを治すようなお米が食べたければ、そういったものをきちっと確保していく、そういったことを実現していくのがこの食糧試験だということができると思います。そしてこの、今日はちょっとあれなんですけど、実はこの種の問題と女性の問題というものは非常に密接です。と言いますのは、種を守ってきたのは世界的に9割ぐらいが、7割から9割は女性なんですね。で、その女性たちは近代農業が導入されることによってどんどん役割を剥がれていきます。つまりどんどん、まあ、厄介者みたいな話にされていくんですね。しかしこういう農業、アグロエコロジーであるとか、その自然農であるとか、そういったものをしていくと、やはり女性が種を再び手にしていく、その中で女性が非常に強い力を持っていく、女性運動が地方から起きてくる、ブラジルでもそういう動きがあります。ここにはそういうことが書かれています。で、この種、実は守るためには非常に、これ農家に任せておけばいい、そういうものではありません。と言いますのは、例えば、ほうれん草ありますよね。ほうれん草は葉っぱが出ればすぐ出荷して、もうその畑は別のものを植えられます。しかし種取りするためには、そのほうれん草が枯れる時までずっと置いておかなきゃいけない。つまり農家は収入を失います。そして手間は増えます。収入を失って手間が増えたら、これ農家やっていけないですよね。で、野菜の場合にはそういう公的支援がありませんでした。だから9割日本は失ってしまったんですね。しかしお米に関しては種子法があったから守れました。種取りは今でも日本でやってます。このような公的支援が不可欠なんですね。民間企業に任せたらどうなるか。民間企業だけに任せたら、日本は300品種あった種が10品種ぐらいまで減ると思います。その失われてしまったものは本当に永遠に失われてしまう。今はそういうピンチにあります。それとですね、県に任せておけばいい、都道府県に任せておけばいいというだけではなくて、今こういう面白いものがあります。参加型育種というものなんですね。これ何かというと、種取り大変なので、種取りできる、まあ、腕利きの農家と
コミュニティが、契約するんです。その農家の方たちに、その種取り農家の方たちを経済的に支える、コミュニティが支える。そして種取りで一番大変なのは種の選別です。どれがいいか、これ大変なわけですよね。その選別作業にそのいろんな人たちが参加していく。そのことによってそのコミュニティが欲しい種をどん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 開発できる。こういう形でこのような参加型の育種というものが今世界各地で先進国でも発展途上国でもこういったものが作られています。ですから例えば生協とか農協とかそういった組織が協力し合ってその地域で野菜の種を復活させていく。こういうことも、こういうシステムを使えば僕は実現可能なんではないかと思います。こういうのもぜひやっていただきたいなと思うんですけども、ちょっともう時間がなくなってしまったのでこの問題言ってるとなくなってしまうので、ちょっとこれ討論やってからでにしてもよろしいでしょうか。今自家採取が禁止されるとかね、そんなことで気にされている方もいらっしゃると思います。で、まず、それで今じゃあどうするかということなんですけども、この種を守るためにはまず国会で廃止された法案だから国会で落とし前つけてよって言われると思うんですけども、今の国会ご覧になっても分かると思いますけども、カジノとかそういった問題でもうどうしようにもならない状態あると思います。しかしですね、この種というのは都道府県が作ってるんですね。だから都道府県が今まで通り種守りますって宣言したことを守れるんですね。だからこの都道府県議会が宣言してくれる、都道府県で条例作ってしまう、これが一番有効なんですね。そうするとその都道府県の地域の種を守れてしまいます。で、それが終わった後やはり国としてもやはり法律を作る、そういう順番で地域から変えるということをぜひやっていただけないかなというふうに提案したいと思っています。つまり地方自治体から始めていく、お住まい の市町村で、意見書を出すとか、今ですと新潟県、兵庫県、埼玉県がすでに条例を作っています。この県はもう前と同じ通り条例によって予算がつけられるようになっています。他の県はそういう根拠が今なくなっています。前までは種子法があったから、その種子法のもとに予算化して種取りを、種をする、種を作っていく、そういう予算が作れましたけども、今はそれがないんですね。で、多くの県、例えば愛知県であるとか多くの県で要綱というのは条例の下にあるものなんですね。要綱で対応しますというふうに言っています。しかしこれっていうのは自治が変わると簡単に覆されるんですね。条例というのは県議会で議会で決めますので、議会で否定しない限り残ります。で、この3県は条例を議会でも決めてますので、ここは安定して作れます。他のところはみんな要綱なんですね。で、種子法を廃止されてからわずか数ヶ月しか経ってないんですけども、もうすでに大きな変化が起きていると言われています。つまり、昨年はですね、47都道府県のうち46都道府県、東京都やってないので46都道府県で、この種を作る、生産現場を、都道府県が指定する補助の指定というのを行ってました。46が今年何県がやってるかというと、たった24県、もう半分ぐらいに減ってしまってるんですね。ですから本当に早くこの制度を地方自治体にちゃんとやってよってことを進めていく必要があると思います。今こういったことでどん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 やってきましたけれども、今幸運なことにこの埼玉県、新潟県、兵庫県の動きに長野県と、あと長野県、北海道がもう条例を作るってことを明言しています。この他に他の県もそれにどんどん追従していってくれるんじゃないかなということを期待したいんですけども、そういうことを実現するためには一番有効なのは地域で学習会を持つというのが相当僕は有効だと思っています。最近長野に5回行ったんですけども、5回行く中でその地域のラジオの人たち、あるいは地域のフリーペーパーとか地方新聞の人たちが、記者が来ていて、その人たちが記事書いていくんですね。そうするとその人たちが今一番有効があったのがラジオ、びっくりしたのがラジオですね。ラジオっていうのは農家の人たちみんな聞きながら作業してる。だからラジオが1回放送やったらその放送局が始まって以来の反響があったらしいんですね。ラジオ局は喜んでしまって1回だけのつもりだったのが10週連続の企画になっているんですそれぐらいもう大きな反響があるということで、本当に地域のメディアにとっては
これは格好の素材なわけですね。そういう地域のメディアがあることによって、まあ、10人の学習会が何千人にも広がっていく。そのことによって議員の意識が変わってくる。これもしやんなかったら次の選挙で落ちちゃう。だから自民党の議員もこれ言っとかなきゃまずいってことになって、その結果もう全会一致で採択される、そういうケース増えてるんですね。なんと埼玉県の趣旨条例提案したのは自民党の議員でした。でそういった自民党の議員、実は農業にすごく、まあ、もともと農家の議員だったらしいんですけども、在来種の重要性も分かっていて、初めて在来種まで踏み込んだ条例を作ってます。つまり埼玉県の在来種を守ろうってことまで踏み込んでるんですね。だからもうこれは本当政党関係なしで、さまざまな人たちを、その地域でそういう種を守る動きったものが僕は作っていけるんではないかということを期待しています。そして最終的には今こういう署名を集めてるんですけども、国会でこういう公共品種を守る、法律を作ってください、そういう署名やってますけども、今これ15万を超しました。これを50万、100万にして今野党が復活法案出してるんですけども、その後押しをしていきたいと思います。でさらにですね、今これは種子法の問題がちょっと外れるんですけども、今遺伝子組み換えが日本で本格的に始まろうとしてるんですけども、もう時間になってしまいましたので、とりあえずここまでに終わらせていただいて、この質疑の中でここら辺もお話できればなというふうに思います。ちょっと長くなってすみません。ちょっとお会いいたします。